はい、こんにちは。シティダンク始めていきます。今回は、海王拳サンバイマンさんと、途中でドギさんという方にノラで出会ったので一緒にやることになりました。よろしくお願いします。相手は、夏木大谷ですね。いやーちょっとなんか大谷のゴール下攻めできそうですね。あと夏木が2人いるんで、あーごめんなさい。ほっ OKOKOK。 いやリバウンド多分めちゃくちゃ強いですね。今みたいに2ポイント打った時に、落ちるとちょっとなかなかリバー取るのが難しくなってくるんで、まあ頑張るしかないんですけど、シュート、まあちょっとこのままリードを守っていきたいと思います。あ、ごめん。いいパスだ。ホームゾーン。ナイスブロー。守りに徹しろ。ナイスパス。あ、ごめんなさい。うわ、やってしまった。ジャンプシュート。やっぱ PG が攻めてく、ゴール下で攻めてくる時のマークって難しいですよね。なかなか連携が取れてないと。ナイス。PG がゴール下に行ったりスリーポイントにラインに行ったりして立ち変わるんで。いいパスだ。おしゃ。抜いてこれるか。オッケーオッケー、これ4点差広げたい。なんとかせ。ナイスパス。いいパスだ。お、ナイス。あ、惜しい。時間がない。ダンク。ナイスチュー。やる。なんかドギさんってなんか普段センターしてるみたいなんですけど、なんかCFもすごく上手くて頼りになりますね。神パスだ。シュート。ナイバッタ。残り1分32秒、2点差。なんとか。神パスだ。大谷は信念のない分、あのサンバイマンさんが、あ、ごめんなさい。自由にドリブルしてチャンスがあればスリーポイント打てるって感じですかね。あ、やばい。うわー、わ、今の妨害入るか。おお、あの二人の間よく見つけた隙を。ナイス。ナイスパス。神パスだ。神パスだ。いや今のスリーポイント取り返すなんでかいな。うわ、やっちまった。ほっ、おお。今のあれみたい、あの桜木花道のディフェンスに定評がある池上、あの両南の5番のブロックの時に見せた引っかかっても2回飛ぶっていうやつみたいやった。うわ、追いつくと思わなんだな、あのブロック。いいパスだ。ナイスパス。いくぞ。あ、ごめんなさい。いやー、そういえば桜木花道のあの2回飛ぶシリーズ面白いですよね。あのリバウンドであったり、あの山王工業戦で見せたあのリバウンド、あれ安西先生もめっちゃ喜んでました。あとあと自分でシュート外した時に自ら通るってやつは結構好きですね。ナイスパス。いや残り11秒、なんとかして勝ちたい。神パスだ。うわぁ、ナイスパス。このままでは、やっぱ相手2人とも PF すごい上手ですね。ナイスパス。いや延長戦って、おお、
の PG のブロックがちょっと危なかったですね。いや、延長戦で最初2点リードすると結構勝てる率高いんですよね。いいパスだ、ボールを奪え。おお、早っ。神パスだ、神パスだ。おお、ナイス。おお、ナイス。神パスだ、神パスだ。入って、オーケー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 。いやー、28秒で4点差は結構。オッケーオッケーオッケー。おし、これ勝ったんちゃう。85秒。オッケーオッケーオッケー。いやー、やっぱなんか2ビッグと PG、 やっぱこれ相手にするの毎回神経すり減らすんですよね。やっぱちょっと普通と戦い方が違うっていうか、そのやっぱ基本これしてくるところ PG がすごい上手いんで、 G への負担で連携取れてないチームやったら、ゴール下でポイントガードがブロックしなきゃいけないんで、ほんと G の1-on-1が、あるんで、いや、これ止めるの本当難しいと思います。今運よく勝てたんですけど、やっぱ相手はもうずっとあれやってきてるんで、で、いきなり、たまにしか相手ないしないところが、相手すると G の負担がすごくて、なかなか難しいですよね。いやー、勝ててよかったです。今日もありがとうございます。ではでは。